気をつけないと背中丸いなとかってあるんですけど、はい、何かこう姿勢の改善の方法ってありますか？まず自分の重心を知ることなんですね。重心を知る。私もずっとこの姿勢だったんですけど、はい、なんか胸張っていい姿勢のように一見見えます。なんですけどこれは真ん中からかなりずれてるんですね。これは完全に後ろですね、うん、ああちょっとこう、うん、下腹部がポコッと出るというか、うん、はい、どっちにしても体に偏りが出てくるので、真ん中でいる必要性があって、真ん中、はい、全然違うでしょ。こうしてみると分かる、はい、なんかこういわゆる上から吊るされてるような感じ、はい、うん、でも上から吊るされる感覚ってすごい難しいので、まず前後のバランスを自分で、あ前ってここね、あ後ろってここね、ちょっとじゃあ先よりちょっとだけ前、ちょっとだけ後ろ、うん、もっとちょっとだけ前、ちょっとだけ後ろ、うん、こういう運動を繰り返していくと前後のバランスっていうのが自分の中に備わってくるので、確かに自分が後傾なのか前傾なのか分からない人も多いでしょうしね、はい、そのいい姿勢をするためにやっぱりこの筋肉が必要とか。絶対腸腰筋ですね。腸腰筋、この上半身と下半身をつなぐ筋肉なんですね。で筋肉が力を発揮する時っていうのは上下に引っ張り合ってる状態なので、なので真ん中で引き合ってる状態を保つっていうことが姿勢改善のポイントです。どう鍛えるものなんですか？膝を腰の高さまでしっかり上げて、上げて下げて上げて下げてっていう、かかとはあんまりガーって押しちゃうとももが張ってくるので、ももに効きそうな感じですね。フラットな状態で上げていくのがいいです。腸腰筋の他にもありますか、筋肉って？中殿筋。中殿筋、大殿筋は一番表にあって、中殿筋はインナーマッスルと思ってもらったらいいと思います。これも、まあ、お尻を締めてももちろん強化できるんですけど、はい、ちょっとバランスをとってちょっと後ろに引くんですね。そのまま外にピッピッピッって動かすと、そしたら共に先の腸腰筋もちょっとこうピーって伸びるので、なんかやろうと思うとふらつくかなって思うんですけど、うん、何かにこう捕まってやってもいいんですか？あ、全然いいですよ、はい、あ、それはいいんですか？全然いいです。ピッと押し返すようにバランスをとって行った方がいいです。寄りかからないってことですね、はい。